皆さんこんにちは。今日は来月4月からの、課題、家の中の人っていう、まあ、題材、パース空間の話なんですが、をちょっと説明していきたいと思います。で、まあ、いろいろやり方なんかもちょっと自分で実践してみて、いろいろ説明していきます。で、これ、ちょっと今僕、自分の今、こう住んでる玄関、家の玄関をちょっと撮ってみました。で、まあ、課題の内容は、この中に、まあ、A 君か B ちゃんが、まあ、いて、まあ、どんな、まあ、何かをしているような、そんなようなものを最初、週は書いてもらおうかと、玄関と人っていう内容なんでね、その1週目が。で、ちょっと僕の方で、ちょっと多少いろいろ説明したいと思います。で、今いくつか写真撮ってみました。で、まずはね、本当はまあ、これを元にしつつ自分でアレンジしてとかやってほしいんですけれど、ちょっとアレンジっていうのもちょっと、難しいので、本当、最初は、もう模写の延長線上になってしまうんですが、これを正確に模写してください。で、正確に模写して、そこにキャラクターを乗せるっていうことをちょっとやってみましょう。いきなりアレンジとかちょっと無理なんでね。で、ちょっといくつか撮ってみました。で、ちょっとね、写真のまずね、多分ね、この参考の撮り方っていうのも、模写の対象物の撮り方っていうのも多分、ちょっといくつかポイントがあるので、そこからまず説明しますね。で、まずは、この絵。この絵って、まあ、大体わかりますかね。こうアイレベルが、こう、まあ、探し方。大体わかるかな。こうやっていくと。Aレベルここら辺かな。で、例えば A 君が玄関にいるって言った時に、比率的に僕の身長ぐらいの、今これ I レベルなんで、僕の身長多分ここら辺かな。なんで、僕の身長が170なんで、A 君の身長が150なんで、A 君の身長は大体ここら辺に、まあ頭に来るだろうと。ここら辺に来るだろうと。そうすると、全身で見たときに、まあ、ここら辺、玄関のこのドアにほとんど接してるっていうか、まあ、近くにいるときね。まあ、このぐらいになります。ちょっと見えにくいかな。こんな感じね。うん。A 君こんなもんだろうと。で、例えばドアノブをこう持ってるってなると、こんな感じになると。大体こんなもんかな。で、これだとね、A 君をどちらかというと見下ろすまではいかないけれど、 A 君の頭ぐらい、 A 君目線ぐらいで撮っていると。で、じゃあちょっと別のやついきます。次これ、わかりやすい、ちょっとアイレベル下げました。これだとね、アイレベルが下がって、で、大体この辺かな、ここら辺かな。そうすると、ここら辺かなと。これとこれでね、結構絵の印象って違うんですよね。これだと A 君の、お腹、腰ぐらいから捉えているという絵ですね。で、次。あ、もちろんもっとアイレベル下げてるんですけれど、次。もっと上から撮ってみます。こんなのもあります。これだとね、A 君の随分上あたりから撮ってることになりますね。アイレベル多分ここら辺なんで。ってな感じでですね、ちょっとこれ、似たようなアングル、似たような位置からこう写真を撮っても、本当にアイレベルを下げただけで、あるいはアイレベルを変えただけで、結構絵の印象って違うんですよね。こんな感じでね。もうちょっと分かりやすく撮った。高いところ、だんだんアイレベル下げる。あ、マジで下げる。
で、この A 君をどう捉えたいかっていうのが結構ポイントなんですね。例えばこの写真、アイレベル下がってるってことは、例えばね、子供がこう、もっとこうかな、 A 君が150センチの、だいたい小学校6年生としましょう、小6ね。それを例えば、5歳の弟が見送るとか、5歳の弟が見てますっていう時に、どうやらこの今見せてるこの絵、これがどうやら有効な気がしませんか？これもうちょっと分かりやすく書こうね。これ A 君で子供、5歳児の身長どのぐらいなのかな。まあ1メートル110とか120ぐらいなのかな。5歳児ぐらいの子供アイレベル、そうすると、お、なんか子供から、 A 君よりももっと子供、ちっちゃい子から見た、ように、見えます。そして、まあ、分かりやすくこっち行ってみましょうか。これで次、アイレベル、このアイレベルはおそらく2メートル近い、180は超えてますね、2メートル近いアイレベル、まあ、足元も見えませんが、例えばこんな感じでフットとしましょう。こうすると、まあ190とかセンチぐらいの、まあ、大きい大人がから見てる A 君っていう解釈になります、というような感じでですね、実はアイレベルっていうのは何かっていうと、まあカメラの位置、カメラっていうのは 誰が見てるか、何が見ているかっていうところと、まあ、連動しているとか関係してるんですね。なので同じ、こういう写真、同じような場所でもアイレベルを変えるだけで全く印象、 A 君のポジショニングが変わります。で、どうでしょうね、わかりますか、この時の A 君ってちょっと偉そうじゃないですか。偉そうとか強そうというか、それは小さい子から見てる目線なんでそう見えるんですよ。で、今度こっち、大きい人から見てる A 君、こっちはなんか子供っぽく見えるでしょ、すごく。こんな感じでですね、立場とか、位置関係、二人の強い弱い、強弱、そういうようなもんで、アイレベルの高さや、そういう配置の仕方も変わります。それでもってね、結構こう、絵の印象っていうのがだいぶ変わります。なんで、みんな多分ね、闇雲にアイレベルなんとなくここら辺とか決めたりするでしょ。で、その時点であんまりいい絵が描けないんですよ。で、まあ、今回の題材はね、1周目が、なんだっけ、玄関と人で、で、2周目が勉強中の人、ご飯を、まあ、3周目がご飯を食べる人、4周目がお風呂、寝る、トイレのどれかと人っていうような感じで、ちょっと大、まあ、お題目を与えてるんですが、まあ、できればね、ストーリーをちょっと自分なりに決めてほしいですね。これは誰が見てる絵なのか、あるいはこれは誰も見てない自分の孤独感を出す絵なのかとかね、ちょっとそこら辺をちょっと決めてほしいんですよ。で、最初例えばこうやって、カメラで自分で参考を撮る時点から A 君がいるものとして、 A 君をどう捉えたいのかってことをまずはちゃんとしっかり考えてほしいんですよ。この絵をじゃあ、はい、
これからなんか正確に書きましょうとかね、はい、ここがアイレベルで、ここがこういうふうにこう導き出して、縦パースはこのぐらいですとかいうのは、まあ本見りゃわかるんで、僕はそんな話あんまり教えてもしょうがないっていうか、それはそれでもちろん大事なんですけれど、それは、何かに書いてある話なので、ちょっとそれをアニメシュークでここでやってもあまり意味がないと感じてるので、それは、ちゃんと勝手に勉強してください。まあ、これこう引いていけばね、アイレベル出るし、初出点出るし、縦パスも出るので、本当にただ正確に書くことはそんなに難しくない題材です。しかし、今言ったように、どういうふうに捉えるかってことを今回はちゃんと決めてほしいかな。そこが抜けるとね、いくら正確に書いてもとってもつまんない絵になります。で、またちょっと別の絵を撮ってるので、ちょっと見てみましょうかね。絵っていうか、写真をね。パターン1、じゃこれ。こんな感じで捉えてみました。これ、もう一気にカメラが近くなったよね。で、まあ、これだとどんな絵になるのかな？なんか、例えば、こう、靴の紐を結んでる A 君かな、わかんないけど、まあそういう写、まあ、絵にもちょっと捉えられるよね。うん、で、ランドセルとかでもいいけど。ちょっとわかりやすく。まあこんな感じで、こんなもんかなっていう、はい。これ、さっきの絵と全然違いと思いませんか、ね、これ。カメラの位置がね、こっちはだいたい中距離、だいたい3、4メートルぐらい離れてる、距離から撮ってます。そうするとね、だいたいこの廊下の真ん中あたりから、ね、ちょっと、今日明日はどうのこうのなのよ、みたいな感じで、例えばお母さんが話しかけるとかね。そんな絵にちょっとこっちは見えます。まあ、あるいはお父さんでもいいですけど。廊下にいる人です、ね。これもね。廊下の途中から見てる絵。で、これ。一気に、この男の子の主観的な映像に見えませんか？主観。主観。で思いません？この男の子に寄り添っている、近い。でそうするとですね、カメラが近いんで、これ広角に近い絵になってますよね。まあ、この縦パース、こんなついてます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 。結構これ縦パースしっかりついてますよ。でじゃあこっち、さっきの絵、これまあついてはいるんですけれど、そんなついてないんですよね、しっかりは。こっちすごいついてるでしょ、これ。そんなについてません。というような感じで、これが、なんだっけ、最初にそもそもの、なんだっけ、パースの広角望遠の話とかした、アニメシュークの前の動画でもなんか説明してたと思うんですが、次、極端にもっと、逆に、遠くから撮って、写真、これか、これはですね、この廊下よりもさらに遠くから、リビングの方から、僕の家の間取りが廊下があって、玄関があって、でこっちなんかドアが2つあって、でさらにこの遠くからこうバーっとこう、撮ってます。ここら辺からかな。だから 6,7 メートル遠くからズームしてますね。そうするとこんな風に、見える範囲がすごい狭くて、ドアしか見えないみたいになってますね。で、そうするとね、これってどういう絵に見えるかっていうと、ちょっと、書いてみます。
じゃあ行ってくるねみたいな感じで、いや別にランドセル背負ってなくてもいいですよ、あの、まあ、これはあのたまたまなんかそんな話で、はい、じゃあ行ってくるねみたいな感じでこう言うと、これね、あのリビングにいる人とかもうこの廊下ですらない遠くから見てる人のズームみたいな、例えばまあこの後どういうカットになるかっていうと、結構よくあるのが、じゃあ行ってらっしゃいみたいな感じで手を振って遠くにこう、この男の子、男の子ね、でギギギパターンみたいな、これもう隣の部屋から見てる、じゃあねみたいな感じで手を振ってる人みたいな、こんなようなね、カットのつながりとかでよくありますよね。じゃあ行ってくるね、行ってらっしゃい、ギーパターンみたいな。っていう風に、この絵自体がもう遠くから見てるっていうことになるんですよね。てな感じでですね、すごくこの、面白いんですよ。パースとか、こうのカメラワークっていうのはね。なんで、なんかね、その つまんない話はましたくないんで、もう本当にね、やるんだったら皆さんがそのカメラマン、になった気持ちで、何を表現するのか、何を表現したいのかということをまず前提に、参考写真を撮ってほしいです。なんでその位置から撮ったのか、なんで、ここからなのかっていう、なんかね、できれば理由も書いてほしいな。なぜここから、誰が見ている絵として撮りたいみたいな感じで、いうことも書いてもらえるとすごく面白い。これすごくね、大事なことでですね。こういうのがないと本当に、なんだろうな、例えば設定、よくアニメ業界であるのは、設定こう書いてありますんで、こう、この設定画の通り書きましたとかね。いや、それ正確に書けおめえいいのかって話なんですよね。正確に書いたらそれで、放送事故にはなんないけれど、それは表現ではないんですよね。ただ引き写しただけなんで。表現を自分がするっていうのは、ここに何かがいて、そのために、こういうアイレベルなんですよ、こういうパースをつけてるんですよっていう、今ちょっと説明したカメラのまずアイレベルの高さでも違うし、そのズームの仕方、あるいは広角望遠の仕方でも違うわけですよね。ちょっと分かりやすくちょっとよく分かりやすくなってますが、というか、ってな感じで見ることが欲しいかなと思います。ちょっとこれだけではね、さすがに書くの難しいかな。じゃあちょっとね、僕の方で、これはとりあえず概論というか説明、大まかな説明でした。次ちょっと書いてみましょうかね。じゃあちょっとこれの模写みたいなのをちょっとしてみます。それだけではちょっとおいおいって感じだと思うんで、ちょっと模写してみせますね、これを。はい、まず全体で見たとき、今この紙全体を100フレームとして見てます。これが全体とこう対応するようにしてみてみます。でまず、奥の壁、あるいはね、まずキャラクターをどこに置くかとかっていうのが大事なんですけど、まずこの四角の中で、重要なのはね、このドア。なんとなく正確に書けばいいって問題ではなくて、この四角、この四隅、これがいわゆるフレームを切った状態なんですよ。このフレームを切った状態で、まずこの、人がどこにいるんだっていう、これが結構重要。まあちょっとめんどくさい言い方をしますとですね、フレームの切り方でかなり絵の印象が変わります。例えばこれがこっちにフレームを切る場合と、こっちにフレームを切る場合とまあこの場合とで全然違うんですよ、絵の意味が。この人はともするとこっちに行きたいのかもしれない、この人はともするとこっちに行きたい人なのかもしれないっていう風に、絵の方向性、映像の方向性が変わります。
なので、このフレームの中でどこにまずトリミングする、切り取るか、すごく重要です。こういう話をしておくと、まあ、進まないんでちょっと書きますね。奥の枯れ決めます。まあ、いくつかちょっとポイントがあるので、そこをちょっと、説明するんですけれど、奥の壁、はい、これ、これね、これ。で、見えないけど、ここまで書きます。見えないとこもちょっと書きます、ちゃんと。見えないとこも書く。この下駄箱で見えないけど書きます。下駄箱で見えないとこも書くと。で、次、だいたい、まあ、さっきやったんで、アイレベル、ここら辺って分かってます。で、この壁から、まあ、こう、線引きます。そしたら、まあ、だいたいここら辺。まあ、よくあるのが、やっぱりこの人を見てるんでね。やっぱり、ここら辺に消失点はだいたい来ますんで、ここら辺から消失点引いてきます。というのは、点を取ると、ちょっとそこからだとしんどくなる場合があるというか、整合性が合わなくなるので、ここら辺でいいです。前にもなんか説明しましたよね。1点で取るとちょっと絵がしんどくなったり、うまくいかないとか、整合性が合わないとかあると思うんで、ここら辺から来てるよっていうぐらいで大体いいです。で、これで大まかにベースの部分ができました。ですね、しかし、よく見ると、この、僕のこの家っていうのは、ちょっとここで凹凸があるんですよね、ここでこう。こう来てて、おそらくここにこうなってんだよね、ここをね、壁が。壁があるんですよ、ここで。で、ここでへこみがある。っていうのも、ちょっと自分でわからないけれど、書いておきます。見えないところも書くっていうのがポイントです。見えないところもちゃんと書いてください。これ結構重要なポイントです。で、まあちょっと縦パースも入ってるんですが、まあそれも一応加味して多少書きますが、で、もちろんこっちも、こう来てるから、こうなんだけどね。ここもこうつながってるんだけど。こんな感じで、壁になってるんですよね、これ。ここ裏から見ると、こっちから見ると、凹凸がある。で、続き。これ今僕フリーハンドで書いてるけれど、あんまり慣れないとやっぱりちゃんと定規使った方がいいと思います。多分直線を書くのはしんどいと思います。そのいきなりは、こんな感じでさ、こうあれですよね、見えないところとか、あるいは元の玄関の形っていうのをちゃんと把握してるとね、ちゃんと整合性がちゃんと出るんですよね。それが今こう見えてるこの上辺だけの形を追っかけてもね、悪かないんですが、ちょっと嘘くさい絵とか自分の理解してない絵っていうのはやっぱりね、説得力がどんどんなくなるので、ちゃんと理解できるように自分でこの間取りを、上から見た図、自分で理解できる上から見て書けるようにするといいです。この窓だとここがどう、はい、このぐらい玄関、はい、ここに下駄箱、でも下駄箱の裏にちょっと隙間がある、下駄箱、はい、これちっちゃい下駄箱もう一個で、ここ壁みたいな、で、壁、ここにドア、で、こっちにもドア、みたいな。ちょっとずれてドア、みたいな感じで、ちょっと上からの間取り図を自分でまずは理解する。で、そうするとね、例えば、この広さがこれに対応してるわけですよ。間取り図的に言うとね。ってことは、もう一つ、じゃあ距離。同じ等間隔の距離のところ。こういうやつね。知ってますかね、距離の取り方ね、空間の取り方でいくと、
この、はい、真ん中、あ、ちょっとずれちゃったね。と、はい、真ん中でこう通して、真ん中で通して。やると、とにかく、慣れない時期は、ひたすら、愚直に、ひたすら、紙を足すとか、本当にありとあらゆる手立てで、自分の脳みそに理解できるようにやりましょう。自分のわからないものは、書けないんですよ。自分の理解できないものは書けなくて、これをただ書くためだけに、紙をもう継ぎ足し、こっちにも継ぎ足し、こっちにも継ぎ足しみたいにしてやりましょう。で、僕、なんかなんだっけ、作画ウィキとかにも書いてあるように、なんか、4分の1で書いてどうたらこうたらみたいなの書いて、あるのをちょっと知ってる人は知ってると思うんですが、それってね、そういう整合性を合わすためにもすごくいいやり方なんですよね。4分の1フレームで書く。と、例えばここで書くこのフレームの中なんだけど、消失点を取るとき、画面がないからこんな風に紙を足さなくても、この紙の中で結構成立して書けたりするんですよ。そのために割とこの4分の1ってのを使っていたのもあります。まあこれはこれでちょっといろいろ、うまく使わないと問題が生じる場合もあるんですが、まあとりあえずじゃあちょっと話しておいといて、はい。この面積と同じ面積、こんな感じで書けました。で、今、この部分、これドアね。そうすると、こっからドアが始まってるみたいな。っていうような感じで、自分の中でこう、整合性をどんどん余すのに使えるんですよね。こういう書き方って。上からの図をちゃんと自分で理解する。それは何かというと、ここの距離はいくらなんだ。ここの距離はいくらなんだ。ちゃんと自分で把握する。そしてそれを図面から、起こす。実際の絵に起こす。起こしたときに、この距離はいくつなんだ、この距離はいくつなんだ、この距離はいくつなんだ、っていうのを全部逐一押さえていきます。そうすると、そんなに間違った絵になりません。っていうのがまず1点。上からの図から展開する。ごめん。最初はこの、まず1点はこの、ドアの位置から。しっかりトリミングして方向性を決める。次、2点目が上からの展開図を決める。で、3点目が、左右のテンションを合わせる。左右の絵のバランスを合わせる。それはどういうことかというと、こういう、この壁の部分に対応する真横というか真正面に当たるのはどこなんだっていうのをちゃんと決める。玄関が始まるこの部分。その真横はどこなんだ、玄関の真ん中の真横はどこだっていうふうに、これね、僕はそのお箱じゃないけれど、空間ビートの話につながるんですよ。一定の空間でこう刻んでいく。で、その中でこっちとこっちのテンションが、こっちとこっちのものの対比が合うように。まあ、例えばここに今、靴がちょっと書いてありますね。靴が書いてあります。靴が。で、この靴、真横に来たときに、ここの例えば、ちょっと手前にあるここの下駄箱に乗ってる靴が、ちっちゃかったらこれ、小人のとか、ちっちゃい子供の靴かなと思うよね。同じ人の靴だったら、これよりややちょっと大きいぐらいの靴がなきゃいけないわけだ。っていう感じでですね、テンションを合わせるっていうのは、この空間にあるオブジェクトの、説得力とか整合性っていうのを合わせるっていうことにそのままつながるんですよ。で、ちょっとこの写真を見るとわかるんですが、ちょっとリュックもありますね、この写真の中で。で、リュックはですね、なんとなく書いちゃダメです。まあ、どういうことかというとですね、このリュックは、まあ、こんな感じにもあるんですが、このリュックのある場所、ぶら下がってる場所、こんな感じで線引きます。で、この時にこのリュックはこの少年、この男の子が、まあ男の子でも女の子でもいいけど、まあ背負った時このぐらいになんなきゃいけないよなっていうのが
まあ、大体わかるでしょ、リュックのサイズ感で言ったら。ってことは、このリュックのちょうどこう対応するこの線にもしも人がいたときには、このぐらいっていうのがわかるんですよ。じゃないと、このリュックは背負えない。この人だと成立しない。っていう感じで、整合性や説得力を持たすために、この左右のテンション、この空間で合わせるものの量感を合わせる。手前に来たら手前に来たで合わせる。一番奥にいたら奥にいたで合わせる。このドアはこの奥にいる人はこのぐらいじゃなきゃいけないと。っていう感じでですね、あの人をこの断面図というか、この、断面ごとにテンションを合わせる必要があります。もちろんこの間も全部合わせた方がいいんだけれど、その絵を見て自分で、まあ一番のポイントはまず奥だよねって、次例えばここだったらまあ玄関のこの切れ目かなとかね、あと最後一番手前から見て画面にギリギリ入るここかなとかっていう感じで、まあ3段ぐらいね、押さえといて、あとその中間は、絵なりにこの土地を合わせるっていう感じでいけるとは思うんですが、この感覚が結構すごく重要。これごとに、レイヤーごとに考えるっていうのかな。手前から見て1レイヤー目、2レイヤー目、3レイヤー目っていうのをちゃんと自分で空間をしっかり捉えて合わせる。で、そのレイヤーごとに必ず左右上下ね、すべて破綻なく、そういう時にもやっぱりその人を描くといいですよね。その描く場所にこのぐらいのサイズでここにいなきゃいけないっていう。絵ってね、その例えばこれを描いた時にこの、そこら辺がね結構重要で、正確に描くっていうのもあるんだけど、正確に描いたはいいけれど、この背景はねキャラが乗ってないってことが多分わからないですけど、来月のその課題皆さんやってみてもらうと、多分ね、あれなんかキャラ乗ってないなーっていうのが多分ね、すごいしんどい思いをするかなと思いますね。で、そのキャラ乗ってないなっていうものの、まず第一段階が今の話。で、もうちょっとじゃあちょっと細かい話をしましょう。もうちょっと、今の話はかなりざっくりと。でもすごく重要な。次の話。つか結構か、まあ、言い始めると大変ですね。教え始めるとパースはパースでいろいろありすぎて大変ですね。次はね、あのステージングというのかな。この人が今回の今月の、向かい合ってる人っていうやつ。まあ、課題でちょっと多少説明してて、まあ少しは分かるようになってるかとは思うんですが、ここにいる人、今ちょっと見えにくいけれど、もちろんこの人はどういう接地面で、足元ね、どういう接地面なんだっていうのが結構難しいんですよ。ちゃんとね、この玄関のこの幅、何メートルなんだろうね。大体2メートルはないね。1.5 メートル。そんなにもないかな。身長分はないよね。120ぐらいかな。ここの距離が多分120くらい。ってことは、少年のまあ、足の大きさが大体20から22とかだとしたら、ここに6足ぐらい入るんですよ。わかります？まあ5足、6足ぐらい、5足ぐらい入るかな。5足は入んないかな。4足ぐらいかな。120もないね。だとしたらいつかな。90、100、100ぐらいかな。ぐらいかな。だとしたら4足から5足ってことは、ここの足の幅っていうのはこのぐらいじゃなきゃいけない。
1速、2速、3速、4速。ちょっとパースついてるんで、手前に向かってちょっと大きくなります。まあ、ここにちょっとうっすら靴が見えますが、これがこう縦に並んだとき、僕のまあ靴は100あの27なんで、4速ぐらい、3、4速ぐらいかな。こんな感じで、ここにいる人が、この接地面、どんな感じで足があるのかって、この接地面すごく重要です。で、この時にもね、ちょっといろいろまあ、今接地面の話になりましたが、今月の課題の、まあ、応用だと思うんですけれど、こんな感じで最初ね、ボックスにするとやっぱ分かりやすいです。パースに乗せるとき、まず第一段階として。こういう、ちょっとパスついてるんだよね、縦パースが。ちょっとでもそう、まあそんなに意識するほどのパースではないと思うんですが、まずはこんな感じでね、ボックスを考えて、で、パースに乗せて、このボックスを書きます。で、その中に、まあ5等身ぐらいかなって言ったら、まあ5等身ぐらいだよねってこうやって、で、その中にこう埋めます。この男の子を埋めます。で、比率ごとにこう合わせます。こうすればね、多分、ある程度書けるはず。ボックス、四角、自分で、箱金を書いて、で、それで。で、これがまあ、いろんなポーズしたり、ちょっと難しいね。自分でこんな演技させたいなってなると、すごく難しいと思うんですけれど、まあ、最低限ね、あんまり面白くない絵になっちゃうけど、棒立ちの男の子が立ってるだけでもいいです。その時は、自分で、こういう感じで四角を書いて、このパース空間っていうのを自分で、パース線をどうなってるのかなっていうのを自分でちょっと出してみて、そこからこの自分でこの箱を。で、その時もちゃんとこう綿密にここが何メートルなんだ、足何個入るんだ、こう、ちゃんとこう十字切ってこうやってもいいですよ。十字を切って、さらにこの十字を切ってみたいなことだと、これで等間隔っていうのが出るんで、っていう風にやってもいいですが、とにかくちょっと綿密に綿密に細かくやってみる。っていうのもすごく大事です。っていう感じで、これが最初の話なのかな、 もしかしてこれが一番最初の一番大事な話なのかもしれないけれど、僕の中では一番重要なのは、一番最初に話したようなこのアイレベルのセッティングとか、そもそもにしてその参考写真の撮り方っていうのをまずは自分でやるっていうことですね。1、参考写真をどう撮るか。2、上からの図、展開図っていうのかな、上からの図から、正面からの見え方という、これは、理解してるかどうか、ものの縮尺の理解ですね。3、今のこの話ですね、空間に載せると、まあ単純な図形からと、っていうような、とりあえずこの3ポイントが、大事かなっていう気はしますね。本当に今月からすごいいきなり難しい課題ではありますが、いろいろ自分で演技してみたり、写真を撮ってみたり、本当にもういろいろ試してみてください。で、ちょっと、まあ、できれば、課題、最初の、まず来月の4月からの課題の、できる人はお話を考えてみると。もう4月、5月、6月、7月。まあ、来年以降の課題もこんな感じでやりたいんですが、この最後の4ヶ月間は、ちょっと余裕のある人はお話を考えてみる。余裕がない人はとりあえずやる。とりあえず出す。っていう感じでちょっと皆さんやってみましょうか。では、今日はこんなところで、お疲れ様でした。